ラグビーをしていて、高校でもラグビー部に入り1年が経ちました。軟式野球と同じくらいマイナーなスポーツのため、次の1年生を勧誘しない単独でチームが作れません。おいおいおい、しないとね。はい。そんな中、何もしなくても隣のサッカー部には大量の1年生が。まあね。軟式野球やラグビーとは違うメジャースポーツ。今の時期、高根のリンゴや。おい。おい、文章的にはあと2回軟式野球とっていうのが欲しかったですね。まあ、そうやな。爪が甘いボケ方の。いじってんな、おい。いや、ラグビーなんか全然いいですよ。ね、メジャースポーツやわ、ラグビーなんか。別にね。まあだからその、うん、確かに、わーっとは入らへんやろうけどもね。ラグビーとか、ほんま。うん、サッカーとかに比べたら。めっちゃ根性とかつきそうでいいと思うけどな。すごい首太なるけどね、でも。そうやね。3年やったら。うん。いや、いいと思うよ、ほんまにね。ラグビーだから軟式野球とラグビー並べて、そんな。軟式野球の方がマイナーですよ。自分で言うのもないけど。確かにその、周りであんまり聞けへんもんな。聞かない。聞かへん。何軟式野球。野球やってるっていう人はあんまそこまで聞かへんもん。うん。うん。で、いないもん。やっぱ高校の数も少ないし、それは大阪でも40校ぐらいしかないですからね。あんなに学校あんのに。え、公式はどれぐらいあるの？結構ある。公式はもう100校以上。全高校にあるやんだって、硬式野球なんて。軟式のいいところってどこですか？ないよ。なんでお前が言う。俺言おうとしてるやん。ひねり出そうとするやん。別にないよ、それは。ないんですね。それは全部。なんで俺無視してんねん、今。いいとこあったとしても、硬式がもっといいから。なんで無視してんねんって。そうですね、ちゃやろ。たくあんで打つんですもんね。そう。切ってないな。おい、デブおい、デブめちゃくちゃただの野の知り合いみたいな。ラジオ、ずっと野の知り合いみたいな。軟式のね、うん、そうですよね。軟式のいいとこここやれって言ったら、いや硬式の方がそれやったらもっといいから、同じ分野でもってなるから。おい、やめろよ、ほんまに。なかなかそれは難しい。言うのやめろよ。なるほど。うん、なるほどちゃうよ、ケイチも。ボールが食べれるっていうぐらい。食べれるか。何や思てんねん。いざとなったら、あ、バットもか。食べられへん。食べれる。金属バットや。ゴムボール。お腹すくからいいですね、じゃあ軟式。おい、デブ。私お腹すくから。いじってんちゃうぞお前。デブだけで済まされた。簡単に済まされた。いじってんちゃうぞ俺のこと。デブやねんから。